コスター・トランチカは、コスタ・クルーズが運行している、クルーズ客船。コスター・トランチカ9の一番船で、2000年6月30日、フィンランドのクバルネル・マサゾー船所ヘルシン機工場で、竣工。船舶は3億7500万ドル。客室は全部で1057室あり、そのうちの845室が海側に面している。 7月16日より、当地中海クルーズに就航した。主機には環境に配慮して、NOX 排出量を低減させた、バルチーラ 9L46D 型ディーゼルを採用し、イタリア選級協会が定めた、新環境基準を満たした、最初の船舶となった。また、本船の、各デッキには、ラストラーダ、ラドルチェビータ等、イタリアの映画監督、 フェデリコ・フェリーニの作品名が付けられている。その後同型の2番線が2003年に建造され、さらにカーニバルクルーズライン向けに、ほぼ同型線が4隻建造された。同線は、2020年1月29日に、長崎港に入港、翌日に、ドックに入り、 3月25日まで船の修繕を行った。当初、中国のドックを予約したが各地での感染拡大を受け、長崎市に入港した経緯がある。飛行中に世界的な検疫強化の影響を受けて出港が困難となり、乗客を乗せないまま停泊を続け。 4月20日に、長崎県と長崎市及び三菱造船は、乗組員一人の新型コロナウイルス感染が、確認されたと発表する。長崎県は、新型コロナウイルス感染症対策本部を組織し、長崎市保健所とコスタートランチカ五乗員、三菱造船、医療機関と、港湾管理者を結び、インターネット上に、 同船の除船作業員を募集するデマが広がる中、感染症の封じ込めと、乗組員の生活の維持に努めた。クルーズ船現地活動チームとして、長崎大学、国立感染症研究所、国立国際医療研究センター、厚生労働省、d マット事務局並びに、高野木現地活動各救護班と自衛隊、近隣自治体の応援も受けそれぞれ検体採取や、 調査にあたり、地元医師会、長崎大学病院は医療を提供。このほかリパとドヒート、長崎県栄養士会と長崎市薬剤師会を含む市民が支援した。感染発生時の清掃に加速化加酸化水素が使用された。5月28日時点で船内の陽性者はいなくなり、31日にはフィリピンマニラに向け出港した。 日本人の通訳1人を含む623人の乗組員のうち4月21日から5月31日の期間に計502人が下船し帰国あるいは入院。出港時の乗員数は退院して戻った乗組員1人と長崎港から乗船した医療従事者4人を加え126人であった。乗員のほとんどは外国籍であり国籍は フィリピン、インド、インドネシア、中国の順に多かった。ありがとうございます。